Ôi!守らないと。もう行くのか。追っ手が来る。そんなことは分かってるが、こっちは素人なんだ。あんたのペースにはついていけねえよ。愚痴る元気はあるんだな。たぐ。あっちの方が頼りになるぜ。すいません。ねえ、逃げようよ。逃げてどうにかなるのかね。国運全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回されだ。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキにはわからんだろうがな。わかんないよ、ガキだから。まあガキと一緒に迷子じゃしゃあねえな。逃げようや。よっしゃ。お先真っ暗か。でも寂しくはないでしょ。何やってるか、ファロンクソ。花火なんぞに願い事か。貴様それでも軍人か。申し訳ありません、総長。自分は会場警備に飽きまして。まあお前さんには退屈な仕事だろうな。今日はもう帰っていいぞ。いや、近所の遺跡でサイコムが何か見つけたらしい。
俺たち警備軍は邪魔だから撤収しろとのお達しだ。俺この前エイブリーで峡谷のプラントで事故があってから最高の連中やけに気が立ってるだろう。事故ではなく事件だそうですが、パルス絡みの明日は休暇だったな。ええ、誕生日なので妹がどうしても休めと。21歳だったか。俺からの贈り物は士官候補生コースへの推薦状だな。総長、出世して妹さんを喜ばせてやれ。若い者は未来だけ考えてりゃいい。余計なことに首を突っ込むな。パルスの件には関わるのと。ああ、ろくなことにならん。妹さんも悲しむぞ。おお、これ見ろ。あんたが正しかったよ、総長。他は？多分後から。待ちますか？ついてくる気なら追いつくさ。